えーっと、日経新春杯がまさかの火曜日ということですね。えー、で、枠順が再発表されたんで、えー、もう一回再調査しますね。えー、その前にですね、えー、カティオバケンってことで、硬かったね。硬かったっていうか、えー、これですか。着順、コマノインパラス、人気通り答えてくれました。えー、ガンサリューと言うてたアナウマ、えー、キャラ ファーームと富士奇跡がが絡んででるよって話で一応星マークが来ままいりました3着マイネスフェーンですってことで鳥り紙あ,あげたこれガンサリューとはちょっとこうてなかったんで要注意ですよって言っただけだったんでまあ、1全3で取れたねこれが3連単ね1全3バケですねでえまあ一番怒ったんがベストリゾートかねまさかの係に行ったんか知らないんですけどまあ行ってもうたっていうもうこれ話合うてないからね まあこれね、ホープルステークスの競馬勝ったら間違いなくさしてたと思ってたんですけど、ハゲましたえ、アダマンティン、ハービンジャー狙ってみたんですけど、まあ、夢のまた夢でしたね。えー、サンティールを余張ったら7チョコやからね。ハービンジャー3と。えー、今年はノーハービンジャーで、えっ、ー、と、バゴと、えー、バゴと、富士機的ね、ちょっと言ってたね。 で、あと、3年連続、これで、キャロットファームと。えー、おととし、えおととし、ゆうか、クルーが2年前。で、去年が、えー、キャロットファーム3頭ですね。えー、プロフェットから3頭、キャロオールキャロット。で、今年、ガンセルド入ったんで、これで3年で5頭来てます。全員ちゃうかな、下手たし。キャロットファームです。全員来てんちゃうか。5頭中5頭ちゃうか。ちょっと、見てないですけど、あんまりちゃ、しっかりと。えー、ってことで、来年はもう、人参祭りです。はい。 もう、ハービンじゃないですよ、もう。もう、人参祭りです、これも。はい。で、まあ、一応、ワイド当たってるんですけど、まあ、ほんま、カスティーヨバケンですね、これね。カスターだけですね。で、まあ、JRA、えー、再調査、ね。行きましょうか。日系新春杯ってことで。えーっとですね、枠順がちょっとまさかの変わるってことで、えーっとね、もう、シャケトラは大体一の位置ですわ。うん。で、えー、ちょっと、ちょっと、 ねこれどうなってんねんってことなんですけど、まあまあ、行きましょうか。とりあえず先に。ヤマカスライディン、うち行きました。ミキロケット、えー、カフジプリンス、モンドインテロ、もう、そろす、えー、それぞれ、内ち寄りかな多分、前寄りは。ミキロケット絶対内ち寄りやね、これね、前寄りね。で、レッドエリストがちょっと後ろ下がったから、ちょっとあんま覚えてない。前のアクジャンだけど、多分こんなもんかな。うん。まあ、全員うち寄り行ったんで、さらに若干人気上がりそうですね。で、 えー、レーブミストラだけまさかの、えー、これ抽選したんかっていうね。えー、よく昔小学校だったね。席替え楽しみにしてたのにもう一回もね席替えっていうパターンですね、これね。励ました。まあ、暗状で無茶ん。8ヶ月だけってことではい、ということでですね。えー、と、前回枠順発表されて、途中までのオズ見る限り、やっぱミッキー ロケットが1番人気で、倍ぐらいです、ね、で、すねシャケットラが確か2番人気で4倍ちょっと。で、あとはカウディプリンス、レッドユリディス、モンドインテルが5倍から7倍、8倍で動いてたんかな。3、4、5番人気。で、ちょっとだけ空いて確かライデンかな。ライデンが8倍、9倍。で、えー、っと、最高峰のレイブ・ミストラルが、えー、外枠と休み明けてこともあって、金利判でもありますね。11倍ぐらいあったのかな。で、えー、っと、今回、 今回の、さっき言ったんですけど、内枠寄ったってことで、もう特にヤムカスライデンとかもうちょっと下手しい人気上がりますよね。もう内枠逃げってことで。で、前も紹介した通り、雷ンが今回ライデンするか言った僕は雷伝あんまりせえへんと思ってるんで、ここは過剰人気だけしてください。で、社会ドラは人気だったんで、注目、応援をしたいですけど、軸にはしません。で、ミッキーロケット。 えー、カウジプリンス、モンドインテロ、レッドリスト、ここら辺ですね。えー、モンドインテロは暗示しみってるんで、頭ではあんまりおすすめしたくないです。で、えっ、ー、と、カウジプリンスは前向いて鳥り中山向きだと思います。中山札幌ね。ちょっと時計かかるとこね。えー、レッドエルディスト、えー、これはミッキーロケットの、すいませんけど、 かだと思ってます。走れて東京だと思ってます。ちょっと、京都で。まあ、ここで来てごめんなさいね。レッドエルデスファンの方、ごめんなさいね。ちょっと口悪かったね。すいません。で、ミッキーロケット一番人気ですけど、3倍、4倍で、和田隆二で買います。買えたら、買いたくありません。ということで、今回、最長査しましたけど、えーと、もしたらの、いつもの10万円の投資のばえー、対象レースにはしません。えー、正直、ここ、うまみないと思ってます。はい。ただ、 えー、まあ一応再調査ってことでね、勝手に放送やらせてもらってるんで、うん、えー、ここ C いて言うなら、C いて言うなら、あ、そ岩い場券で買うとしたら僕は、こちらですね。レーブミスタルが、オッズ的にいいんじゃないかなと思ってます。えっと、 前回で11倍。で、今回多分もうちょっと他のうに人気出そうなんで、下手して13倍ぐらいいくと思ってるんですね。多分前回の人気上がることは多分ないと思うんですよね。まあ、ただ、えっ、ー、と、これ、買えべ開催ってことで、えっ、ー、と、今までの分リセット払い戻しされてます。ってことで、えー、普段、 えー、ウィンズとか言ってるあの、おじいちゃんとか関係ですよね。おじいちゃんおばあちゃんの一般人関係が買わないってことで、ちょっとおの動きが変わってくると思うんですよね。火曜日、皆さん仕事なんで、買うとしても競馬通の方がネットでボーンと買うぐらいですよね。ってことで、レーブミス、サラル、まあ、それでも人気出ないと思うんですけど、まあ、12、3倍以上あるやっ買いですかね。うーん、単勝一応8%。いや10%があるでしょ、このメンツやったら。確率。勝率。10%あるでしょ、さすがに。 ということで、123まで出てたら期待値はあると思うんで、逆に言うと他の馬がそんな4倍から7倍で単勝期待値出てるかいたら多分出てないんですよね。ミッキーロケットですら、あやゆかな、どんだけ硬い言うても3、4倍でこの馬単勝で1本で、いや、買わないですね。あ、来たら来ましたかって感じですね。うん。ということで、えっと、レーブ・ミストラルを押しておきます。えっと、一応去年の勝ち馬ってことで。で、ま、京都の成績2102。 で、この負けた2回は、ええー、と、去年の、ええー、と、土砂降りの雨で、バッパ嫌いや言うてた時に走らされた京都記念。と、あと、ここちょっと距離長いです、って言った、えル、ー、春天ですね。手の書あるこの2回だけなんで、実質京都は2100。で、2400もほぼほぼ成績良かったですわ。だから、この舞台は合いますね、去年同様。で、まあ、皆さんが、ええー、軽視する原因としては、やはり外枠ヒータンと、えー、8ヶ月半明け、去年の春天以来ですね。 と、あとは、えー、っと、金量58ってとこぐらいですかここら辺が多分マイナスポイントですよね皆さんがも。で、暗状デムールがどうやねんって話なんですけど、まあ、確かにカーだと比べたら、うん、どうでしょううん、デムちゃんの方がね、個人的にはね、あの、カーダさん言ったらもうねん、じっと構えて最高峰でってことで、ま、春天の時も動きなくもうじっと構えて馬のリズムでってことだったんですけど、デムちゃん案外、 動かしてくるんちゃうかなと思ってます。で、外枠ヒーターってことで、まあ、このまま外枠ヒーターから言うとね、先行するまでじゃないんで、特に、えー、出だしはゆっくりなんで、特に内外とそこまで気にせんでええと思いますわ。その最初の分だけロスするだけでね、先行場やったらね、ある程度最初に斜め走って消耗したりとかするんですけど、このままに関してはそんなね、内外と関係ないと思ってます。はい。デムちゃんなんでね、なんと言っても、えー、人気ない時のデムちゃも怖いですよ。 ええ。サンビスタみたいなことあっても知りませんからね、皆さんね。これだけ言うときます。はい。ただ、えー、っと、10万投手の対象レースにはしません。はい。ということで、私の、えー、っと、ちょっと買うてみたいなってことで、まあ、単勝どうしよう。単勝2 3,、3000、5000ぐらい買うとくか。遊びで。副焦はちょっとうまみないと思うんで、副勝はちょっとハゲてますわ、多分ね。まあ、でも、 どうでしょう五刀六刀選び出すボ,ボックスを選びなさいって多分あれでしょライデン、シャケトラ、ロケット、カフジ、モンド、インテロ、レッドリースの六頭ぐらいでしょせめて。ってことで多分ね、それ考えたらやっぱり、レイブ・ミストラル下手し、やっぱ7番人気ぐらいですよね。やっぱ十何倍ええー、まあ、単勝を買うならここでしょうってことで。えー、っと、一応ね、8枠14番、レイブ・ミストラルを押しておきます。 明日暇があったら、えー、単焦、ちょ、ろっとだけこうときます。はい。もうこんなん買っても知りません。ということで、以上で終わりますね。あ、終わりちゃうね。ちゃんとね、事前、ちゃんとね、全部結果が、靴が悪くても報告しおかんとね。これね、見えますかねー。はい。えー、っと、形成杯は、えー、鳥紙やったんで、ちょっと終始、毎朝響いてますけど。まあでも、回収率、 一応0%でなかったんで。まだましかな今日のよりは。波がそんな荒くないかなはい。買い方ちょっとまずいかな。後藤ワイドボックスはちょっと上げてるんでね。まあ、まあ、ええんちゃいますそんな大負けせんで。ってことで、美行は今年もキャロットってことでね。回収率113%ってことで、えー、っと、課長クラスですね。あれ、課長抜けてるけど。はい。ということで、えー、っと、ちょっと回収率上がりましたが、以上で終わりますね。